はい、こんにちは、カズマさんと妻です。さあ、最後でございます。トレーナーとバトル5人目。え、ちょっと見ていいですか？はい、見ていいよ。最大ポケモン選んでください、自由に。あ、ルナーラこっちにもあった。ダブルラッシュですよ、はい、最後です。こんにちは。はい、できたよ。白い子。はい、バトルリーダーのカリミ。何？ゼルネアスと。あ、これがもらえるのかな。何だったっけこれ。イベルタ。うん。とジャラランカとバクガメ。え、そんな出しちゃうんだ。そうだよ、最後だよ。はい、押して。あ、やあ。さあ、ハイパーボール。戻す場所がもう分かんないこれ。押して。あれ、気合ドリンクは出ないで。おお、いいね。嬉しい。ラプラスのディスクってないの？昔にある。新しいのはない。あ、リンゴちゃった。はい、極めさせてもらうよ。ドラゴン。そうだね、ドラゴン。鋼。いや、これは炎だよ。これ鋼じゃない、ドラゴンだけ。格闘、ドラゴン格闘。負けちゃうかな。大丈夫、氷がいるから。絶対だから。ただバクガメスが効果抜群だけど、まあいいんじゃない。ファイヤーの方やっちゃダメだよ、絶対技。絶対フリーザーの方に絶対技してる。いや、Z 技ができるかがまず問題だよ。そうだった、みんなそうだった。妻は Z 技のルーレットが苦手なんだから。大きいんだ、ファイヤーの方が。まあそうだね、やっぱ火の炎の部分。え、かっこいいね。そう、おー、ファイヤー初めて見た。あ、そっか、映像でね。うん、すごい昔でしょ、これ。いや、これは新しいよ。あ、そうなの。グランドラッシュ3弾。うん、待って。1個、2個。あ、本当に本当にやってる。もうやめて、やばい。ちゃんとやって。もうファイヤーのずっと技使おう。やって。悲しい。ファイヤーのずっと技使わない方がいいよ。え、ファイヤーと炎って別？別だよ。何を言ってんだよ。似てるね。初代の伝説と金銀の伝説で。あ、避けない方がいいんだよ、これ。食らった方がいい。いや、今防御狙ったの。もう一周しちゃってんじゃん。あ、いいね。ナイスサプライズ。ドラゴンだから2つも効果が必要。フラリー。え、バクガメスってドラゴンなの？ドラゴン、炎ドラゴン。ほんとだ。いいね。これはね、いや、ファイヤーはダメ。絶対技やんない？やんない。いいの？なんで？やんないよ、ダメだよ、もったいないよ。早っ。よし、追い越した。こんな早いんだ。だから後半に行く。あ、これはちゃんとやりましょう。勝ちましょう。ガチャ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 。え、ちょっと待って待って、無理じゃん。なんでなんでなんで。早くして。もうなんで無理じゃんね。無理じゃないよ。すごかったよ、今の。無理。こうやって回すんだよ。押しが早かった。はい、ナイス、急所。いいね。さあ、あとは2人。何だったっけ。あ、ゼルネアスとエベルタブだ。僕のキーラを出すにふさわしい相手のようだね。さあ、どうでしょう。やば。え、ちょっとゼルネアス選ぼうかなと思ってたの。あ、そう。まあ、これでファイヤー行ってもいいよ。よし、もう一回チャンスがあるよ、絶対。なんかね、やりたい、自分で成功させたい。まあ、もう2回ミスってるからね、今日で。もうすぐ押さなきゃ。見ちゃダメ。
なんでそこで選ぶの？なんでそこで選ぶの？1、1、2だと失敗するから1、2のとこ狙ったの。いや、2、2のとこ狙わない。ある？1、1、2、2ってあったりします。だからその2、2の2か、そのそこの2で狙わない。下手くそすぎじゃん。下手くそすぎだよ、本当に。あ、やばい、時間ない、時間ない。氷の方がいい。行くよ。あ、え？ラッシュ、ダブルラッシュ技だ。ラッシュコンボだ。それもありなの？ね、俺も初めて見たかも。やられる前に倒す。やられる前に倒しちゃうから。まあ、やられた方がいいよ、これだったら。いや、これ相手やってくんだったら強いな。ダメじゃん、これは。いや、でも、あうわ、残っちゃう。そうか、一回もやられてなかったから、これフリーザーの前。もしかして、ウィナーのディスクじゃないかもだね。フレアじゃない。え？ウィナーって書かれてないディスク持ってないでしょ、逆に。ウィナーがさ、あの負け、勝ちと負けの文字が入ってない。そうなの？え？知らないの？そう。うん。勝ちだとウィナーって入るんだよ。嘘？うん。そうなの？勝ちしかないから知らないんだよ。え、そうなの？ウィナー。私勝ちじゃないの持ってるの？考慮しちゃダメ。そうなの？知らないの？え、知らないよ。面白い。そうなの？これはもうやられるから。ダブルダッシュ、うわー、回復しやがった、うずれ、マジで。あ、そうじゃん。2人交換できるから。鋼か、あ、電通会社、これでいこう。じゃあ負けた方がいいじゃん、見たことないなら。いいよ、それはじゃあまた違う、た次の動画でやろう。カット、ここは勝って決めよう。あ、そっか、どっちみち2枚か。そう。それは強いて言うなら俺が負けたいじゃん。はい、俺優しいから。3つ並んでるからね。なんでやめたの？急にやめてみた。こいつの顔この中に入ったら嫌でしょ。嫌だ。集合。あんまりちょっと今覗いてるの嫌だでしょ。はい、行きましたな。一発。すごい。さすがツンデレ。はい、やりましたね。おめでとう妻、おめでとう。あ、ごめん、あれだ、こっちだったね。ベルダのベルナイスだったんだね。あ、それでやってなかったのかも。持ってるじゃん、レシラム。これ持ってないからこっちがいい。レシラムとあれって言っちゃってたの違った。それ前だ、持ってるわ、レシラム。そう、これね、このでかいの絶対見れるからいいんだよね。枝分かれした角を七色にきらめかせる。すごい。他の生き物に身長に合わせる。俺の身長だとこれぐらい。確かに激でかいじゃん、ね。角の先っぽで5メーターぐらい。おお、いいな。あ、後ろにね。まあそれじゃあちょっと次でやらしてよね。本当にウィナーじゃないのがゲットとか知らないから。新しい発見。ああ、ここへ来て、ここへ来て勝俣のことやろうじゃん。はい、ということで妻は見事全トレーナーを倒しコンプリートって出ますから。あ、これは低いな。本当だ、コンプリート。ジャキーパーフェクト。はい、おめでとうございました。
はい、ということでトレーナーのバトルでした。それではまた。